福岡ソフトバンクホークス対オリックスバファローズのゲームを、ここで打席には田中が入ります。さあワンアウトになりましたが、一打先制のチャンス、まあ、やはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですね。ツーアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには今宮が入っています。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残って、ストレート打った、ファーストが抑えた、そのまま一塁に入ってスリーアウト。2番バッター今宮、先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、ファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。インコースを落としました。低めに外れてボール、フルカウントです。インサイド落ちました、破りました、センター前、ツーアウトランナー一塁。試合を制したのはソフトバンク。